試合お疲れ様でした。ありがとうございます。今の試合を振り返って一言お願いします。昨日の試合と引き続きでなかなか点が入らない試合になったんですけど、まあ、しっかり守備陣がゼロで抑えてくれたってことと、まあ、ラスト何分かでゴールを決めれたってことはすごい良かったと思います。ありがとうございます。また次すぐ試合始まりますけど、まあ、それに向けて意気込みを一言お願いします。そうですね、やっぱりしっかり守備はゼロでってことを意識して、まあ、守備からっていうことを意識してしっかり、まあ、次も絶対勝てるように頑張っていきたいです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。